もちろん重量はマックスです。一番重いやつ。このレトロな感じ、ええよな。きっと古いやろな、俺知らんかったわ。行ってみるぞ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも、ミスター京都アッキーちゃんです。はい、今日は横路のチョコザップで軽く筋トレをかましてきまして、今から筋肉飯食いたいと思います。今日は人からね、ちょっとね、ここの焼肉うまいよっていう風に聞いてやってきたんだけど、場所は八幡です。八幡の和牛専門店、焼肉丸中男山店というところですね。僕はちょくちょく行く極楽湯の近所です。はい、ということで今からそちらの焼肉屋初潜入していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。来ましたよ、和牛専門店焼肉丸中さん。こんな市営住宅かな、この辺の前です。いい感じでしょ、これ。駐車場横にあります。メニューとか全然見てないですけどね。行ってみます。いや、メニューはこんな感じで、ホルモンセットとかあるな。ランチタイム、大中小選びます。はい、唐揚げ定食とかな、豚ミックス、これ安い。いやー、何しようかね。めちゃくちゃ迷うところなんですけど、これいいな、牛ホルモンセット。ホルモン食いたいな。量も結構あるからな、180g。他のは大体150g。150。これいくか、180g。これいく。ということでやってきましたよ。八幡に美味しい焼肉屋があるよということで、ちょっと人から聞きまして、やってきました。和牛ですね。いろいろメニューあるんですけども、ちょっとやっぱりボリュームあるものが食べたいということで、牛とホルモンセット180g です。ご飯は大中小選びます。もちろん2食ます。なんでかって言ったら、この後夕方からラーメン撮影があるので、はい、じゃあ美味しい焼肉を加えていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。焼肉です。はい、ありがとうございます。スーパー品で気をつけてください。はい、ありがとうございます。来ましたよ、結構ボリューム満点。こんな揚げ物までついてます。ご飯これ中ですけど、かなり量ですね。これ和牛ホルモンセットですね。霜降りですよ、霜降り。カルビかな。ホルモンがこんだけついてる。
ボリューム満点、まさに筋トレ焼肉ランチです。はい、プラテグロ。これですよ、400円はネウちゃんだ。ほんま肉も綺麗やし、こんなナムルやらもついてるわ。キムチもあるし、いただいていくわ。何だろう、何のホルモン。これは初やな、てっちゃん。飲み物も何も言わなくてもお茶が出てきます。こんなサービスはありますかね。嬉しいですね。いい感じに上げてきましたよ。いいですね、昼から平日の真っ昼間から一人焼肉ランチ。いただけるまでにわかめスープと人参やら入ってる。この揚げ物食ってみようか。これいってみます。店の前にね、なんか唐揚げやらコロッケみたいなの売ってたんで、多分それやと思うんですよ。うまい、ミンチたっぷりコロッケ、うまい。美味しいわ。トレーニングの後に染み渡る。じゃあ焼けてきましたよ。これが血となり骨となり筋肉となる。綺麗な和牛1頭が、これはネオちゃんな。これカルビやな。これいい感じに焼けてきましたよ。これ油の乗りもいいね。焦げ打ちに引き上げるわ。肉
汁とタレを染み込まして、つまずい、ということでごちそうさまでした。行ってきましたよ。むちゃくちゃええ感じやろ。ほんでお肉もあの和牛使ってるんで、むちゃくちゃ脂乗っててうまくて、ホルモンでも結構ボリュームありましたよ、はい、いや白飯がうまかったね。白飯進みましたよ、はい、米もきっといいの使われてると思います、はい、180g 食べたんですけど 500g ぐらい食いたい気分ですけども、はい、筋トレ終わってプロテインも飲んでるんで、ちょうどお腹はいっぱいで、タンパク質もきっと豊富に取れましたけど、油分も取ってしまいました。でもあのタダでついてくるウーロン茶でカロリープラスマイナスゼロです。知りませんけど、はい、という感じで八幡でこういう美味しい焼肉屋がありますんで、よかったら来てみていただいたらいかがでしょうか。いやほんま知らなかったわ、はい、いや極楽湯入って帰りたいところですけども、ちょっと忙しいんで、これ風呂入ってる間ないんで、もう帰っていろいろ仕事したいと思います。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ありがとうございました。また筋トレ行くぞ。ありがとうございました。